金沢流金沢流法上士。将棋の奇襲戦法の一つ。本校にて、金沢流は将棋の戦法の一つ。初手より七六歩三四歩に六六角と指す。三手目、六六角として知られる力戦誘導型の奇襲戦法で、金沢隆が西尾明との大井戦予選で登場させた。後手番は初手七六歩に三四歩に六歩もしくは六六歩に、 4四角。角頭不戦法の変化で、相手に、角交換拒否の角道止めをされた際に、同じような後飛車にする含みがあるが、卑怯落ちの上手が刺す、トンボ刺しという、はめ手で、同様の刺し方がある。以下、4四歩ならば6六角で、8八比にタイミングを見て8六歩同歩8四歩など。角交換から6七角には、7七桂とし、 以下7六角なりには6五かつら6二銀五、五角が狙い。ただし、森内俊之は6五桂には6六馬とし、以下も三桂なり9九馬で五手吉と見ており、佐藤康光や飯塚祐希は6七角には7八、秀、で以下4五角なり3八金6二銀で選定、難しいとしている。ありがとうございます。